はいどうも、上田誠でございます。今回は足元健人くんの移籍について語ってみたいと思います。やっぱり川崎戦フルボッコにされてね、東京ファンの気持ちがこう落ちてる時にダブルパンチのような形で健人の移籍の話が出てしまったわけで、皆さんいろんな複雑な気持ちではないでしょうか。実際僕もやっぱり戦力としてケントっていうのは欠かせない存在だし、できることなら残ってもらって、一緒に戦って、少なくとも今シーズン ACL もあるし、一緒に戦ってくれたら嬉しいなと思いつつも、まあ、仕方ないのかなっていう気がしてます。というのも、もし海外移籍をするというのであれば、もう世界のトレンドがもう若いやつに向かっちゃってるので、年齢的にも本当にラストチャンス。そして今までオファー来た状況から行くと、ちゃんと正式にこういうオファー来てどうこうなんていうのはなかったわけで、このチャンスを逃すと次いつかわからないっていうこともある。そして、おそらくこれは推測でしかないけれども、契約は今年の終わりまでだったと思うんだよね。っていうことは、今移籍しなかったとするならばどうなるかというと、そこで海外に行かれてしまうと FC 東京は移籍金ゼロで海外に主力選手を持ってかれてしまうと。うん。だから逆に、海外に出すんだったら、やっぱり最低限移籍金もらわないと。まあ、違約金っていうのか。っていうのがあるから、出すなら今回だっていうようなせめぎ合いはあったんじゃないかなっていうのは、簡単に想像はつくよね。噂でしかないけど、80万ユーロなんていう噂をロシア方面から出てるということなので、なんとなくざっくり計算すると1億弱ぐらいは出てるんじゃないかなっていう。これも全然正確な情報じゃないけど。むしろそうなると、今いる、やつらでどう回していくか。そして、じゃあ、ケント君が行く、ロシアリーグのレベルはどうなのっていう話ですよ。みんな勝手にロシアそんなにレベル高くないんじゃないかとか思ってるかもしれないけれども、まあ、日本よりかは絶対レベル高いよね。スパルタクモスクワとか、チェスカモスクワとか、ゼニトとか、まあ、ビッグクラブいっぱいあるし、そこに、ちょっと一個の下のランクにいるのが、ロストフ。そんで、リーグのレベル的に言うならば、プレミア、リーガエスパニョーラ、セレア、ブンデスリーがあって、そのちょっと下にリーグワン、フランスリーグが。その下あたりのレベルなんじゃないの？ウェハーのランキングで言うと。ベルギーリーグとかオランダリーグよりか上、ポルトガルリーグよりも上とされてるよね。全然悪くないどころか。まあ、すごいチームだよ。そしてロストフは日本のサッカーファンにおなじみなのは、ロシアワールドカップの時、日本は決勝トーナメント1回戦でベルギーに負けたけど、あの会場がロストフだったよね。で、俺は自分でも気づいてなかったんだけど、その時にロストフの街を歩いて、ロストフのペナントを買ってて、それを部屋に貼ってたのね。それを今朝気づいて、おやべえ、なんで俺こんなロストフのペナントなんか貼ってるのみたいになったりとかしてて、ちょっと、逆にちょっと気持ち複雑だったんだけど。そしてあとはなんだろうな、ロストフはいいチームだぜ、ロシアリーグそんなレベル低くないぜとか言っておきながら、心配なことがこちらです。ロストフの公式ページ、橋本健人加入みたいなリリースが、なぜか写真大迫、半端にいいけど、健人に化けちゃダメ。そしてあの写真を見て大迫だと健人の違い分かんなかったとしたら、公式ページダメだぞおいと思うし、ファンもね、あの写真を見て気づかなかったのであれば、本当に欲しかったのかいって思っちゃうよね。まあそいつらを黙らすぐらい大活躍してほしいなと思ってるわけですが、やっぱりケントにはいて欲しかったなっていうのは本音です。しかしながら、もう決まってしまったことはもう送り出して頑張ってこいよということ、そして残った選手たちで結果残してケントいなくても勝っちゃったよっていう状況を作り上げましょう。 FC 東京さんもケント君もお互い頑張りましょう。ということで、上田浅井君でした。